はい、皆さんこんにちは、こんばんはここもキャンデルのショーが、今日は天然ガスが急凍をお送りいたしますよろしくお願いいたしますえちょっと前の動画でですね、天然ガスとまあ、原油ですよね、石油が日本に入ってこなくなるというねあの動画をアップさせていただいたんですけれども まあこの画像をご覧いただいてね、ここ数日の天然ガスの先物の,の価格なんですよ。これ見てください。これ2.2とかね、2.5ぐらいで推移してたんですよ、ずっと。いきなり3.57ですよね。62%アップ。とんでもないことが起きてるんですよ。62%アップですよ。2日ぐらいで。大変なことですよね。もう1.6倍になっちゃったんですよ。 もう天然ガス1.6倍に上がるわけですよね。なんだけど、これがぐんぐん上がっていきます。まあ上がっていくだけだったらいいんですけども、おそらく入ってこなくなるんですよ。なぜかというとね、今とんでもない状況に、中と世界はなっています。まあまずね、もうイアンが181発のね、ぐんぐん棒を打ち込みました、イスラに。で、イスラは反撃したいんだけど、あの、 滑走路とかね、まあ、ジェット戦闘機の格納庫をやられた。で、ま、まだあるんだけど、あの分散してしまってあるんでね、あるんですよ。あるんだけど、レーダー網とか、レーダー設備とか、まあ、燃料タンクですよね。も、ま、う、あ、そういうものが軒並みドカンドカンドカンってやられたので、ちょっとね、あの空軍が動けないんですよね、あんまり。本当に、ほとんど機能してないですよ。8割型無理ですね。 うんだからまあ船を出して船でなんか反撃をするか。でも船だと行けないわけですね、イアンにね。船じゃ行けないんですよ。うん、だからね、これはね、もうね、もうどうしてくれようかっていうふうにイライラしてます。まあ、その中でですよ。その中で、まあ口しやの基地をやっちゃいましたからね、イスラちゃんが。まあもう、あのー、大きいことに発展するでしょう、これはね。 まあ、あの、ロイターの報道出ましたね。あロイターの報道が、えー、アメリカで出ました。で、ロイターの報道によるとですね、まあ、あの、クチシアの基地の付近、近くで、まあ、爆発が起きたというふうな形になってますね。でもね、これ間違ってますよ、ロイター。正確じゃないです。クチシアの基地の近くじゃないんですよ。もう地球の,あの中で、あの、もう滑走路で、 入っていって、イアンのね、あの、運送機が、運搬機がね、軍事運搬機入っていって、倉庫にしまって、しまい終わってから、ドカンドカンって倉庫がやられたんですよ。で、それって、口シアの基地の中ですから、全くあの、付近でも何でもないですよ。付近じゃないですよ。あの、中、ど真ん中。 まあ、だけど、これはね、あのー、例えで言ったら、あの、沖縄があるじゃないですか。で沖縄の、まあ、北チョンチョンが、ね、あの、ちょっかい出してきて、沖縄の、まあ、アメちゃんのところのね、ぐんぐん基地を、ドカンドカンってやっちゃったのと同じですよね。で、これどうなるかって言ったら、沖縄が怒るわけじゃないですよね。やっぱり、あの、アメちゃんのところが、何してくれんねん、みたいなね。 あのー、何してんねんって言って怒って、なんか反撃みたいのしますよね、普通ね。もうどう考えてもすると思うんですよ。始まりますよね、何かが。全く同じことが逆ですけど、起きてるんですよ。地中海の海沿いのね、クチシアの基地を、イスラちゃんがバンバンバンってやっちゃったんですよ。で、コッパ未人に。これは黙って、 ってはいないな、ね、まあまあ、あの会議してますから、どうなるかね、まあ、判断分かんないですけども、まあ、そんなこともあって、天然ガスの価格が急騰、まあ、イアンもやりましたしね、まあ、イアンは中東の国ですからね、天然ガスの、まあ、産出量と輸出量に関しては、まあ、大体あのいつも安定して世界3番目ぐらいなんですよ。結構だから天然ガス大国なんですよ。 イアンっていうのはね、あんまり知られてないですけれども、うん、だから輸出もすごくしてるんですよ。ただ、ブリックス側に輸出してる量の方が多いんですよね。うん、だからあの、LNG でね、あの液化天然ガスで輸出してるってあんまりないんですよ。陸続きで、パイプラインでね、あの送っているので、あんまりね、日本ぐらいなんですよ、LNG でね、なんかあの、なぜでかってらうのは、の海に囲まれてるので、パイプラインがないね。 ま、一時期ね、あの、口し屋からパイプラインで海渡ってね、あの、口し屋の方からパイプラインを海渡って北海道の、本当に、あの、サロマ湖の付近通って、で、ずっと旭川のところ通って、札幌のところ通って、まあ、本州の方までパイプライン伸ばしましょうかっていう風に言って計画してたんですよ。 で、日本政府も乗り気になって、あじゃあ、あの、出資するので、それだとガスはもう LNG の船を使わなくていいから楽ですねって言って、その話が、あの、あったんですよ、本当に。だけど、アメちゃんのところが、冗談やなお前、まあ、ふざけるんじゃねえって言って、あの、潰されちゃったんですよ。で、それって鈴木宗男さんが結構話をしていて、あとちょっとで、あの、実現しそうだったんですよね。 で、その最中鈴木宗夫さんがどうかなっちゃったんです。いや、本当に。それやってたら。ダメちゃんのところからまあ意地悪されちゃったんでしょう、きっとね。で、鈴木宗夫さん、一回ちょっと、なんか、出場停止みたいになっちゃってね。とんでもないことになっちゃって。まあ、そういうことがありましたよ。昔ね。んでも、あれがもし、そのまんま計画が実行されていたら、今頃天然ガスはすごく良かったんですよ。 あの、いっぱい安く入っていてね。で、そういう計画があったんですけど、潰されちゃいましたよね。まあ、しょうがないってはしょうがないですね。ノルドストリームと同じですよあ。そんなものあったら安く向こうから入れちまうじゃないか。ねえ。あをドカーンってやっちまえばいいんだよ。ということで、まあ、ドカーンドカーンとやって、まあ、スペインだとかドイツだとかヨーロッパの受け入れ口がね、いや困ったな、天然ガス。んじゃあ、アメチャのところから4倍、5倍で買うかって言って、今買ってるんですよね。 で、LNG の基地を急遽作って、受け入れベースをね。結構大変なんですよ。液化天然ガスをまた気化させてね。で、またそこ流してっていうふうにね。うん、だから膨大なお金もかかって、まあ労力かかりましたけど、なんとかいくつかそれを作って輸入してるんですよ。アメちゃんのところからね。あとはオーストラリアからですよね。輸入をしてるんですよね。まあ大変なことですよ。だからアメちゃんの息のかかった国とアメちゃんのところから、 まあ入れさせたいんですよね、アメちゃんがね。まあそのために今、まああちこちを潰して回ってるってことですね。うんだからこれ口しやが起こって、とりあえず、まああの、欧米側の同盟国、または欧米の中心の国々には、もう出さないっていうふうになるでしょうね。天然ガスが来なくなる。で、あとは、まああの、中東の国々も、 いや、もうこんな争いが起きてるんだから、天然ガス輸出どこじゃないっていうことになって、原油とか天然ガスが、まあだんだん止まっていくわけですよね。あそこら辺も被害受けますから。うん、だから、あの、激減しますよ。だから、アメちゃんのところから入れるしかないんですけど、まあ5倍から10倍の値段なんですよ。うん、まあ、すごい金額になるでしょうね。だからね、単純にだって原価が5倍になりますから、まあガソリン価格5倍になりますよね。 で、どなたか書いてましたけど、あの、半分税金ですよね。半分も言ってないですよ。4割ぐらい。あの、ガソリンね。4割税金なんですけど、でも税金っていうのは、その、価格が5倍になったら5倍の税金かかるんですよ。わかりますかこれ。1リットルずつにかかるんですよ。だから、単純に今のガソリン価格の5倍になるんです。だから、180円のところは、まあ、900円になっちゃうんです。本当になりますよ。 で、欧米より高いですよ。欧米はね、今ね、ちょっと下がってきて、300円前後。レギュラーガソリン1リットルね。300円ぐらい。うん、まあ300円ぐらいですよ。だ300円なんですね。なんだけど、まあ日本は500円超えるんじゃないですかね。おそらく軽くね。だからきついですよ。だ電気代もすっごい上がりますよ、もちろん。天然ガスで起こしてますから、電気大体いいね。 半分以上電気、天然ガスの発電なんですよ、今。石炭も頑張ってますけど、なかなか切り替えできなくてね、石炭を大量に、あの、輸入する、その輸入する国がないんですよね、あの、出してくれる国がね。うん、だからいろいろ、まあ、アジアであるんだけど、そんなに大量にはね、出してくれない。すっごく使ってるんですよ、日本って。なんだかわかんないけど、電気を。ものすごい。うん、だから電気のあの、消費力。 消費量っていうんですかすっごいですよ。まあ、下手したらあれじゃないですかね。アメリカのところと変わんないくらい使ってんじゃないですか。だから天然ガスがすっごい世界一使っちゃってるんですよ。電気に使ってるんでね。発電のね。エネルギーにね。まあ、大変な量なんですよね。だから節電、節約とかないんですよ。日本。全然。いや、あの、外国に比べたらない。あんまり。いや、日本の中ではもちろんね。あの、こまめに電気消したりしてるわよ、なんて言いながら。 いや、外国だってあの、暑くても夏冷房とかないもんだって。ヨーロッパとかないですよ、冷房。暑いのに。みんな暑い暑いって言いながら我慢してるの。でも日本ってもう各家に古民家だろうがなんだろうが冷房あるでしょねだからもう神社の中にも冷房あるぐらいですもんね。建物のね、お寺とかね。でも外国ってないんですよ。だから電気ね、やっぱりそんなに消費しないんですよ。でも日本ってものすごい電気使ってますよ。 うん、だからね、その電気を、まあ、電力を維持するために、天然ガスがどうしても必要だということですよね。まあ、その、ね、天然ガスが入ってこなくなったら、まあ、死活問題になりますよ、日本はね。まあ、中東の方では、いろいろ今、あの向こうは向こうでいろいろ考えてるんですよ。あのブリックスの,、ね、あの中に枠組みに加盟する、申請してる国も多いですから、 あの、ブリックス側だけのね、ブラジルだとか、まあ、まあ、インドも入ってるじゃないですか。大国ですよ。あの、人数多い。ブラジルもインドもすっごい、あの、人数多いじゃないですか。で、中華判店も入ってます。で、そういうふうに入っている国々の中で、天然ガスそっちだけでも回るんじゃないかなっていうふうなことを、あの、言い出してるんですよ。うん、だから、中東の方でも、うん、別に日本にね、わざわざ出さなくても、まあ、そっちだけでもいけるかなっていうふうになってきてるので、 まあ、長期契約はね、契約はしてるんだけど、うん、でもスポットでもだいぶ買ってるんですよ。スポットでも買い付けはしてるのかなり。スポット分だけでも20%ぐらいありますからねで、そのスポット分が消えちゃったら、まあ、20%の電力が発電できないんですよね。で20%の電力発電できないと、バランスが、需要と供給のバランスが必ず狂うので、まあ、大停電に100%なります。 だから大停電になる。も、ま、う、あ、全部じゃないですよ。あの、北海道から沖縄まで同時にバーンってなるわけじゃない。全部電気系統違いますから。だけど、大停電に陥ってしまう地域が必ず出ます、これから。うーん、ずっとだから2週間も1ヶ月も2ヶ月も電気がつかないとかね。そういう地域が地域によっては出る。間違いなく。だからどこを電気活かすかって言ったら東京とか大阪でしょ。真ん中の都市部ですよね。名古屋とかね。 そこは最後まで電気を通したいんだよね、電力会社は。なんだけど、他の地域は、まあ、停電もちょこちょこしたりとか、長期停電になったりとか、やむを得ないということで、まあ、そっちの電力を都心の方に回すことになりますから、まあ、地方から電気は消えていきますよ、間違いなく。んだから地方の方は、やっぱり電気全部消えた時のために、代わりになるもの、もしくは電気を使わない生活ですよね。 電気使わなくたって生活はできます。ただ水出なくなっちゃうんでね。あの、一軒家でも、田舎の方のね、あの、地方の方の一軒家でも、浄水場は電気で動かして浄水してるので、あのどんな田舎の一軒家でも水出なくなります。浄水場から引っ張ってる水は。ただ、あの、湧き水とか清水とかね、地下水を引っ張ってるところは、出るけど、地下水をポンプで上げてるところは出ないんですよ。だからちょっとね、わからない、その、その場所、 その場所で違うじゃないですか。条件がね。うん、だから電気を使ってポンプとかいろいろで流してるところは出なくなりますよ。だから出なくなるところは多いでしょうね。水がね。だから田舎といえども、水の確保が大変ですよ。水はうちは井戸があるから大丈夫という人はいいですね。まあ井戸は今はね、井戸は宝物です。だって手押しのね、ガッシャンガッシャンってやったら水が出てくるんですよ。 それも飲める水だったら本当に宝物ですよ。そんなに素晴らしいものはないですよ。ほんと今、これからの時代はね。だってそれでお皿も洗えるし、お風呂も入れるし、洗濯もできるし、食事も煮たきも何でもできるんですよ。飲める水がそのまんま。夏は冷たい。ね、冬はちょっと暖かい。その水が使えるんですよ。もう永久にね、井戸がちゃんとあれば。そんなすごいことないですよね。 まあまあ、本当にそれはね、素晴らしいことだと思いますよ。うん、まだけど、それ以外の人はなかなか大変ですよね。まあまあ、引っ張り水って言ってね、あの、清水の水を、こう、ただ単にこう、管で引っ張って、引力で流してきて、あの、家の中で使ってる人は、それはそれでまたいいですよね。あの、綺麗で飲める水であればね。だからそういうところに住んでる人は、これからは本当にいいですね。 生活はしやすい。水に関して心配することがないっていうのは、本当生活がね、あのー、安心できますよ。だ水はね、大変。水だって出なくなるんですよ。電気が止まると水が出なくなるの。それってみんな実感ないんだよね。停電してなんで水が出なくなるのっていう質問多いですよ。浄水場が止まるから水が出なくなるんですよ。自家発電3日ぐらいしか持たないんでね、浄水場に。 あの、自家発電機あるんだけど、3日が限界。で、4日目ぐらいから出なくなります。まあ、大変なことですよ、だから。長期停電になったら、まあ、死活問題ですよね。とにかくね。でも、それを見据えて用意しとかないといけないんですよ。もう、そうなるなるという前提で用意しないといけない。で、あのー、これを言うとね、そんなことになるかなとか言う人いるんですよ。何をおっしゃってくれちゃってるんですかねだって、 今まで、ここ1年、2年の世界の動きを見たらわかるじゃないですか。もう、信じらんないような、え、そんなことまさか起きないでしょっていうことが続々と起きてるでしょね、まさか口シアがね、ゼレンの国にね、どんどんバチバチやるなんて誰が思ってたんですかで、そんな戦いが始まるなんて誰も思ってなかったでしょそれが始まってる。イスラちゃんが狂ったようにね、 周りの国全部にドカンドカンやるって誰が思ってたんですかねあの一つの国とちょこちょこやることはありましたよ。前も。だけど、三つも四つの国を相手にして、全部一斉にドカンドカンやってるんですよ、今。そんなことある今までにないんですよ。ここ、もう何十年も、うん。だからこれはね、まあ、第5次中東戦争ですよね。まあまあ、それが拡大して、 まあもうすぐ第3次 OS 大会と呼ばれるようになるでしょう。これは北町長が日本とまあ始めますからね。始めると思いますよ。もうほぼもう確定でしょう。そうしたらもう第3次 OS 大会っていう意識がみんな出てきますよ。でもその時になって、あじゃあ用意しなくちゃって言ったらびっくりしますよ。何にもなくて。だってもう入ってこないんだから今。物が入ってきてないんですよ今。で薬とか、 ね、あの、薬局の薬剤師さんとかに聞いたらわかりますよ。全然入ってこないですよ、薬が。ちゃんとした今までの薬が。だから代わりの、まあ似た薬だからこれでいいかなっていうのを出してるの。ないから。まあ、どんどんなくなっていく。薬もね、原材料入ってこないから作れない。だからね、そういうことがあっちこっちでもう起きてるんですよ。で食べ物も、まあ、肉が今入ってきてないんですよ。 肉ってね、みんな知ってるか知らないかわかんないけど、スーパーで並んでるのって、半年ぐらい前に冷凍した肉を解凍して牛肉とか並びてるんですよ。豚肉とか鶏肉も。あれ半年ぐらい前の肉なんですよ。でも冷凍だから新鮮なの。いや、そうじゃない、あの、肉屋さんもあるんですよ。全部じゃないよ。だけど多くがそうなの。ね。だから半年間はあるわけ。あ,あの倉庫にあるの。冷凍倉庫に。なんだけど、その冷凍に、ね。あの冷凍の肉を使っているから解凍して、 またあの、補充しなきゃいけないじゃない。ローリングストックじゃないですけど、その補充ができてないの。肉の。だから肉はなくなる。あとちょっとで。来年の2月まで持つか持たないかとか言ってました。今入ってきてないからね。このままいくと2月で肉という肉がなくなっていくんですよ。いやいや、あのー、これから入ってくれば別ですよ。ブラジルとかいろんなとこからね。だけどなかなか今ね、入ってこないんですよ。うん、まあ、世界中混乱しているからじゃないですかね。おそらくね。 まあ、奪い合いになっちゃってるっていうのもあると思いますよ。あとは、まあ、あの、輸送の問題でしょうね。冷凍で輸送してくるから、その冷凍船の確保とかコストとか、まあ、いろんな問題あるんですよ。難しいの、今だから。あの、単にね、いや、あそこの国から持ってくればいいじゃないかって、そんな簡単な問題じゃなくなってます、今。もう、いろいろ、あのー、絡まり合って複雑なんですよ。お金の問題もあるしね、船の問題もあるし、 まあ人権の問題もありますよ。人がこう働く人がいなかったりとかね。うんまたはあの危ない地域を通ってくる場合もあるので、あのそこ通りたくないって言って、ね、船長が逃げちゃうとかね。そんな事件も起きてますよ、海外で。まあ、だからいろんなことがあって、あの一つの原因でこうなってるっていうのじゃないんですよ。うん、だからこれ、本当に世界は今複雑な状況にあるということですね。だから、簡単にこうすればいいじゃないかとか、あそじゃあすればいいじゃないかって日本人言うんですよ。 まるであの電気のスイッチをね、入れるように。だって原発だってそうじゃないですか。え天然ガスがなかったら原発動かせいいじゃないかいっぱいあるんだからって。いや、本当にそんな簡単な問題じゃなくて、原子力発電所の電気の発電を動かすのにも、あの、本当にメンテナンスとか、いろいろチェックとかテストとか、半年最低かかるの。だから、電気がないから今すぐ動かせって、そんなスイッチをオンにするみたいにね、原発ってね、あの、稼働できないんですよ。難しくて。 最低で一番早くて半年かかる。ゆっくりやると1年ぐらいかかるんですよ用意が。でもみんな知らないんだよね。燃料の搬入とかいろんなのあるんですよ。法律な法律上の手続きとかね。あれ危ないものなんで。うんだけどいろんなことがあって、そんな簡単にはね、あのすぐここを動かせ、あそこを動かせってできないです。本当に。まあだから電気が一回切れて停電してしまうと、まあ、非常にきつい長期停電に追い込まれる地域は出てきます。お、ま、そ、あ、らくそうなるでしょうね。 でもそうなってからみんな騒ぐんですよ。用意してないので。絶対いけない。水と電気、食料。これ用意をちゃんと目安つけて、あ、これで大丈夫。半年一年、水、電気、食料がなくてもうちは大丈夫というようにしとかなきゃいけないんですよ。水がなかったらまず生きていけないんですよ。水が3日4日でそこついちゃうとかいうような体制だったら、生きていけないですよね。どう考えたって。だから水はすっごい大事なんです。 あの、すべてのベース、基本は水です。生き残るためには。水がなければ何もできません。本当に。あの、苦しい思いをするだけで、3日4日でもう、お手上げになっちゃう。ギブアップですよ。うーん、だからこれが難しいですよ。全部を全部ね、ちゃんときちんと、あの、用意するっていうのが、ものすごい大変です。時間もかかるしね。気合入れないとできないですよね。まあ、あの、本当にちゃんと準備しとかないと、 まさかそんなことになるわけないっていうのがどっかにあるんでしょうね。多分ね。あの、それがあるから、真剣に全力で準備できないんだと思うんですよ。あの、いや、そうじゃない。うちはね、アパート団地に住んでるからっていうのもあるんだけど、工夫したらね、あの、やっぱり近くに水場を見つけたりとか、あの、工夫したらね、あの、ある程度はなんとかなるんですよ。だから、どうにか工夫して水は貯めなきゃいけないですね。 または、あの、水を手に入れる方法を見つけ出さなきゃいけないと思いますよ。まあ大変は大変です。あの、都会の都心の方にいたらね、手に入りにくい。本当に。うん。あのー、都会のど真ん中にいたら水をね、自然から水を得るっていうのは多分不可能なんですよ。無理だと思います。だペットボトルで山ほど買っておく、一部屋全部水にしておくとかね、もう本当にそんななっちゃうかもしれない。もうそれでも水の確保は必要だと思いますね。本当に。 水がないと、もう3日でお手上げですよ。な、なければね。だからペットボトルが20本、30本あったってもう無理ですよあ。そんなんじゃ全然、もうすぐなくなっちゃう。あの不安だけですね、残るのは。ペットボトル30本あって、だってよく考えてくださいよ。そのペットボトル30本何に使うんですか飲むんですか料理はどうするんですかご飯はどうやって炊くんですか手はどうやって洗うんですか頭洗わないんですか体洗いたいですよね 3日も4日も1週間もお風呂も入らないでずっと停電中、停電が2ヶ月だって2ヶ月間お風呂に入らないでずっと過ごすんですか無理ですよね。洗濯はどうするんですかお風呂に入んなくてもいいけど、着てるものが汚れますよね。それどうするんですかそれ。洗わないんですかねそう考えたら大変でしょどうするんですかトイレは。どうやって流すんですか水がなければ流せないんですよ。ペットボトル何本いると思います ?10 本ですよ。 10本。1回に10本いるんです。1回流すのにペットボトル2リットル10本流すんですよ。本当ですよ。10本。10本。20リットル。20リットルぐらいいっちゃいますよ。あの、本当に台の方だったら。ね。20、リあの、二十リットル、要するに2リットルのペットボトル10本あっても、1回のうんこでなくなっちゃうんで <laughs> いや,いやあの、申し訳ない変な話でね。本当ですよ。だったら30本あったらどうなるんですか 三回のうんこでなくなっちゃうんですよ。三うんですよ。三うん。三うんでペットボトル30本備蓄してあるの全部消えるんですよ。大丈夫ですかそれで。大丈夫なわけないですよね。飲み水もないんですよ。その中には飲み水の量入ってないんですよ。三うんの中には。これ大変なことじゃないですか。でもだから目覚まさなきゃいけないんですよ。じゃあどうしたらいいのかそれ考えなきゃいけない。それを。うちはどうしたらいいんだろう。うちは水はどうしたらいいんだろう。 真剣に考えるべき時じゃないですかね、今ね。本当に。電気もそう。まあ、食料もそうです、もちろん。だこれが大変なんです、本当に。大変。実際全部私ね、2ヶ月間、電気なし、水なし。ね。あの、水なしっていうのは水道なし。水道なし、電気なし。そして食料はもう備蓄だけ。それで過ごしたことあるんですよ。練習しました。まあ、水の確保が一番大変でしたね。水を確保するというのはね。 だからしょうがないので、まあ、あの、田舎の山の中に家を買っちゃったんですよ。水が湧いてるんでね。あの、周り、川だらけなので、もうほんといつでも、あの、敷地内に川流れてますしね。だから、水は全然何の問題もないんですけども、あの、井戸も2つありますから。まあ、でも水大変。本当に。うん。究極そうなっちゃいました。結論がね。 うんだからね、マンションで水を加工って無理だったですね。無理。あの、限界がある。すぐ、あの、なくなっちゃう。水が。いくら貯めておいてもね。まあ、だからそこら辺はどういうふうにするかって考えなきゃいけないですね。まあ、近くにだから井戸があったりね、近所にね。まあ、すればいいんだけど、でも、自分が使うだけじゃないですけどね。あの、何万人と集まってくるわけですよ。その井戸にいや。本当にする。だってみんな泊まっちゃうんだから。 だからもういつその井戸が使えるかわかんないし、後ろから馬声が飛びますよね。でっかいタンクいっぱい持ってたら。お前何、なんで自分だけそんな入れてんだとかね。絶対なりますよ。喧嘩になりますよ、絶対に。その中で3時間も4時間も並びながら、井戸の水をね、カッキンカッキンってやりながら汲んできて、重たいですよ。まあそういう風にできるかどうかもわからないでしょ。ね。だから水は本当大変。 まあ、いろいろ考えなければいけないです。本当に真剣に考えないといけない。アウトになっちゃいますから。まあまあ、皆さんちょっとね、あの、いろいろ、本当に具体的に考えて、一回水道止めて、3日間、水道の水なしで過ごしてみられるといいと思います。どんなに大変か、本当に。どんなに3日でももう、あの、ちょっと勘弁してくれってなりますよ。だから用意はどうやってしたらいいかがわかります。でも、それをすると。いかに大変か。 いかにあの水を使っていたかってことです。逆に言うとね、いかに楽に水を使っていたかってことなんですよ。まあなかなか本当に生きていくっていうのは大変ですよ。普通に生きているように思うけど、今ね、あのー、別にそんな贅沢してるわけじゃないですよ。だけど、本当にね、いざとなって水とか電気止まったら本当に大変です。ね、まあそれを考えながらちょっと用意をして工夫していかないといけないかなと思いますね。頑張りましょう、皆さん。ね。 ということでまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。